考えてみると、人生でね、一番最初に記憶に残ってるランって、突然小学校の校庭を2年生の時かな、30何周200メートルした時、突然走り始めたんですね。やっぱりランニングって突然走り始めんじゃないかなと思うんですよね。今日もちょっと湯あってこの格好で突然走ってますけど、突然走り始めるランニング、まあこれは怖いランニングとでも言いましょうか、それがやっぱり人生で最高のランニングなんじゃないかなと思うわけですよ。怖らん、なんで走ってんのか分かんないみたいなね、そういう人生っていい気が僕はするな。怖らんもある人生、突然走る怖いランニング、何が怖いって何が怖いんで、やっぱりそういうのよく分かんない仕事で走り出すという、これ素敵なことだと思いません？だから本当に物理的にランニングするだけじゃなくて、何かプロジェクト始めるとか、突然小説書き始めるとかね、突然作曲し始めるとか、突然ある日走り始めるって僕素敵なメタファーだと思うんですけど、皆さんいかがですか？これは旅ランの途中で撮っている動画ですけど、ひょっとしたら単独でも開けるかもしれないんで、もしよかったら、旅ラン動画いっぱいありますんで、ね、見てくださいね。突然走り始める人生いいよね。と、あ、今シカゴにおります。今シカゴでございます。